うん。うわ、食え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 。食いそう。あ、今場所移動中ですね。で、潮的に潮止まりなんですよ。潮止まりって魚が釣れない潮で、なので釣れないタイミングなんで、ちょっとポイント探しですね。はい、結構ね、与那国来るの3回目なんですけど、全然まあポイントが分からなくて、うん、まあ、未開拓、まあ、開拓していこうってことですね。普通に魚いるよ。てか川っぽい、ここ。え、テレピアいる。でかい、尻でかい。ここのテレピア、めっちゃいっぱいいる。あ、やば、なんだあれ。あ、あれもテレピアか。でかっ、テレピアでかっ。でかっ、こいとこ、あ、いつだった、ここのテレピア。ここのテレピアは普通に美味しく食えそうっすね。なんか、あ、しかもなんか欲しい饅頭がいい。なんかいろんな魚いますね。すごい。本庄とはまた違う。でかっ、全部でかいよやん。すごい。で、沖縄本当のテレピアだったら、もう人影が出たらすぐ逃げる。もう影にくくれるよね。うん、逃げない。体高がでかいっすね。でかいっすね。あ、ボラもいる。ボラ。こっち右に泳いでて。ボラ、めっちゃ前に来た。コイみたいだな、このボラ。いっちゃん。ボラがいる。いっちゃん。もう一個くれてる。武漢、もう人とか何みたいな。何で、うん、俺パンとか食わんよって顔してる。パンとか知らんよ。すごい。でかいね。なんであれ、面白いカニがいる。見て、リンゴみたい。本当だ。奥にもいる、あっちにもいる。ほら。すごい。しかも右手だけやたらでかい。右腕だけ筋トレしすぎだろ、これ右腕確定だろ。いろんなのいるな。生き物やっぱ違うな。場所によって。で、橋の下、日陰になってるんですよ。アップすると、さっきのカニがいっぱいいる。すごっ。こちら、地元の方ですかね。馬散歩させてる。馬散歩させてますね。かわいい。はい、またポイント移動っすね。こちら、もうこっち山の方ですね。山で、で、生活用水がまだ入ってない。綺麗な水、めっちゃ綺麗。テレピアじゃなくて川魚になってる。いた、これ。こういうね、木の下に魚がいるんですよね。虫が落ちてくるのを待ってる。だからここだと虫系のルアー落としたら、もしかしたら来るかもね。でかいサイズがいた今。ここら辺に左側。奥にいる、奥に木のいる。でかいな。10センチぐらいのが。こっちの方に隠れてきよった。はい、ポイント移動っすね。あれ見てください。あれ全部魚っすね。っていうか、これ全部魚。これ。取った魚見つけた。で、丸丸さんが今投げたあるわ。で、ここにいる魚全部魚なんですけど、ね、うわ、こっちだ。なんか、モリモリさんが発見したらしいですね。ホシマダラハゼ、世界最大のハゼなんですよ。ハゼって言ったら、なんか2、3センチぐらいの魚と思うじゃないですか。40ぐらい、長さのボラの一番最高ビス、最高ビルした。あ、いた、見えた、発見、発見。生活用水の餌食ってるから。あ、動いていった、移動した、移動した。移動していってる。移動した、移動してる。逃げてみる、移動してる、少しずつ。ワープン、ワーム投げたら一気に魚が出てきた。伸ばせないか。お、なんか。お、食った。あ、流れた。食いそうだった。食いよったよ。一回食いよった。ね、なんかね、反応があった。食って外れてから。あ、下にいる、下にいる。あっちにもいる、あっちにもいる。半分見えてる。あっちにもいる、わかる？見える、見える。今、そこだけで。うん。マジで食うかもしれない。テレピアのそばにホシマダラがいるんですけど。びっくともしないですね、あいつ。違うのかな。逃げた。逃げた。
なんかつけたい、バッタかなんバッタかなんかひっちゃんが昆虫探しの旅に出かけたのであったそこら辺の草むらにいるんじゃないかなと思って、夜中に虫いないっすねっていうか、あ、バッタいた、あ、ちっこいな、ちっこいバッタいたけどダメだ、お、いた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 、ガーみたいなのがいる、ガーでいいかな、いた、醤油バッタ、醤油バッタだったかな、これゲットっすね、やったー、あ、ヒッチャンが来た、 GoPro でヒットシーンもある、バッタの、バッタのバッタのヒットシーン何バッタのヒットシーン、どうですかね、醤油、醤油バッタ、醤油バッタ、あ、醤油バッタはいいっすね、そろそろちょろちょろ、多分暴れてから、確かに、醤油、もしかして醤油の出し方、ガン、ジグヘッドみたいなの作る、ここにかけるのジグヘッドないわ、エビみたいに頭につけたらどうなる、鼻と、鼻がいいですか、背掛けがいいですか、背掛け鼻掛けがいいんじゃないですか、鼻掛け取れそうっすね、鼻掛け取れそうっすか、背掛けでいく、こんな感じ、あ、いいじゃないですか、これでちょっと狙いますか、あのだったね、はい、尾びれ食わんすか、オッケー、これが暴れて、うん、暴れてるわけ、アピールなれたらさあ、どうだ、あ、いいところか、いいところ、いいところ、いいところじゃない、いいところ、あっちいるわけ、あっちの尾びれ、これさあ、気づくか、気づきそう、この動きは、尻尾出てるぞ、お前引き付け、尻尾出てるぞ、お前引き付ってくれよ、 U ターン、 U ターンしてくれ、後ろ向いたらいるぞ、餌、気づけ、後ろ向いたら餌あるぞ、気づけよ、一回でっかいしなきゃ出すそれ逃げるな、逃げるだろいい場所だけどな、いい場所だけどな、超いいところだよね、うん、後ろ向いたらすごくいいと思うよ、これ、あ、目の前にいるじゃん、目の前にいる、あ、ほんと、風風ってんの、これ、あ、いいところ乗ってた、うわ、うわ、食え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 、食いそう、あ、食う、食う、食った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 、オッケー、あ、またいる、あ、いけない、バッタが取れただけ、釣れた、出た、釣れた、すごい、やったあっちにもいた、またでかいの、大きい、大きい、モリモリさん、また釣れますよ、多分、開けるそうか、カモ行く、え、取れ、取れ、あ、いったー、これ、超レアだからね、これ、超レアだから、超レア、うわぁ、かっこいい、かっけー、これで世界最大のハゼ、日本最大ですね、あ、日本、あ、日本最大、日本最大、残念、へぇ、いいっすね、かっこよ、きたー、30、こっちに、こっちに見ますか、え、こっち、何センチぐらいある、30ないぐらいじゃん、うん、日本最大ってこれ、いいハゼ、かっこいい、日本一、やりましたね、ジャパン一番だゲッツミキ道山が流れてジャパン一番めちゃええ国やめてジャパン一番が釣れたね、ジャパン一番良かったっすね、バッタバッタ早いっすね、バッタ早いっすね、現地の餌っすね、生き餌最強っすね、すごい、これ綺麗っす、相当背びれとか綺麗、うん、現地の餌、これ早いっすね、1回しか釣ってないはず、あ、しかもあれだよね、吉田さんが釣ってる、ハイサイが釣ってない、おぉ、綺麗、横から見たらやばい、綺麗、マジ綺麗、これやば、美味しそう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 、これはちょっと食ったことないな、これリリースした方がいいですよね、これですね、あの特定外来、あ、特、あ、なに、なんかデッドゾーンみたいな、そうそうですね、結構ちょっと少なくなってる、希少な、ちょっと希少なはずなんで、夜中にでは苦情対象かもしれない結構多い、じゃあ多い多いね多いね、でもテレビは苦情対象だと思う、まあ、そうだね、これはじゃあ逃がせますか、本当に比べてすごいっすね、自然が豊かなんでしょうね、そうっすね、結構いいですね、夜中に皮あったんすね、うわ、皮一枚キョロッと取るやった、うわ、危ない危ない、
はい、じゃあこちらは出てきた。でかいの出てきた。わあ、でかい。めっちゃでかいのいた今。これじゃあリリースします。絶滅。おい、いっぱい出てきた。めっちゃいる。めっちゃいるやん。めっちゃいる。大量発生だったね今ね。普通にいるっすね。こんなに珍しいって言ってんの。珍しくなくなりそうだな。こんな見たら。いや、すごいっすね。薄ぎっすね。薄ぎ。やばい。こんなに。本当に。多分吉田さんまだよだれてるぞこれ。よだれてる。けど本当大きいのは結構40センチぐらいのいたっすね。40でかいっすね。こんなに大きくなるっすね。最大ぐらいに近いぐらいの。いや、面白い。今、あっちの下からもいっぱい出てきよった。やっぱ腰回ってますか。やばい。自然が残ってるっていうことで。そうですね。残して、海にでも行きますか。海に行きますか。はい。ちょっと海の方に出てきました。こっち河口っすね。さっきの川の河口。あ、だ、あ、食って、狙ってくる。ダツが。聞こえダツが。アロクさんは。なんか、見たことない。エビ。エビみたいな、ジグ。なんちゃってメタルマルだなんちゃってメタルマルだね、本当にこちらでやります。はい、釣れるかな。なんかあの岩の周り魚いっぱい見えるっすね。マジっすか。その辺の周り、おおおお、びっくりした。びっくりした。回収しようと思ったら目の前でビタロウ落ちパク。びっくりした。よし、上げるかって上げた瞬間ボコンってくるやった。なんか地球に上げてびっくりした。向かってる向かってる。これちっちゃいんで逃がしましょうね。はい。すごいですね。ルアーも面白いですね。すぐ釣れた。びっくりした。待て。はい。先ほどこっちの岩場の方でやってたんですけど、こっから移動して、移動してここに行きました。橋の下。ここも。最初来た時ね、結構魚泳いでたんで、ここでルアーやったらいけるんじゃないかなっていう。ほら、いるね。ルアーって釣れんかな。そこ狙って普通にいる。イスズミじゃん、これ。イスズミとタカちゃん。イスズミ、どこにでもいるな。ここまでちょっと。あ、来た。ちょっと寄ってきたけど、落ちてくる。くおー、かすみだ、これ。カンパチ、あ、かすみだな。カスミでくす。そう、カスミだった。あ、モリの食った。あ、じゃあモリのじゃない。モリ来てる。モリの食ってる。おお。来てる。モリの食ってた。取られた。餌勝ちです。取られた。横取りのモリがいたここに。横取りのモリがいたな。おお、カスミ。あ、いいね。30。貝割り？あ、貝割りだ。貝割り大根。いいサイズ。大根ではないですね。貝割りです。いいサイズ。綺麗ね。いい色してますね。こちは、これ餌として加工します。現地の餌最高。一匹丸掛け。丸掛け、いいね。はい、こちらですね。よくね、これカスミ味、自分たちも今さっき、あ、カスミ味だと思ったら、うん、南洋貝割りだったんですけど、うん、カスミ味ってここの背びれが青いんですよ。多いね。ここをね。で、見て。南洋も微妙に青い、ね、ちょっと微妙に青い。ここも微妙に青い、うん、だから勘違いしちゃった。でも違うけど、この見て、このもうご飯三連単、ほら、別のあるわけよ、三連。あ、南洋貝割り。こっち、図鑑に紹介されてるやつは北斗のあれだね。北斗七星みたいになってるね、うん、で、これも南洋貝割りもこっち青、うん、似てるかつみ、だから間違われがち。これは40センチなんだね、最大でも。そうだね。そんなに大きくはならないと。でも大きいの釣れますよね、これ。結構大きいの釣れますから。8キロぐらい。船でだったら大きいのいるよ。この写真、誰ですか。手ぶれやばいだろ。うん、これあの、当たりあるまで寝てた顔するんだよ。そうなの、うん、鈴が鳴るまで寝てた顔してる。寝てた顔してる。あと髪切った方がいいな。映ってないけどな。背景黒だから髪映ってないけど切った方がいいな。これは GT ね。今回釣れるかもしれない魚ですね、うん、そうだね。これも狙ってます。はい、ポイント移動してこちらイカいますね。これ奇跡的にエギ持ってきてるんですよね。なのでこちらのイカを狙っていきたいと思います。ただミエイカって釣れないっていう話もよく聞くんで、そこがちょっと問題かな。久々に
あ、逃げた。あ、けど待って、向かってる向かってる向かってる、駅の方に向かってる、明らかに。あ、向かってるな。ドアがいたもん、これ。あ、これ釣れたみたいなもんだ、これ。向かってる向かってる。抱く抱く抱く。あ、抱こうとしてる。あ、来た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 よ。食おうとしてる。あ、けど警戒した、バックした。警戒してるね。水面に弱い。あ、これ安い方ってなって逃げた。水面ちょんちょんってやったらイカ見るんですよ。ちょん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 して一気に沈めると、あー、イカ来てる。あー、今日お高速パンチ、高速イカパンチしようって今。釣れそうで釣れない。もうちょい小さいエギだったら食ったのかな。いや、小さい子、これ小さいエギなのに食わんな。お、2匹来た。あ、これほら、2匹から。うわ、食いそう。お、抱きそう。パンチしてるね。パンチしてるパンチしてる。イカパン。あ、食った食った食った、絶対食った。抱いた抱いた抱いた、釣れた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 。さすがです。さすがっすわ。モルモルさん、いっぱいゲット。はい、ゲット。いっぱいゲット。いっぱいゲット。とりあえず餌ゲットっすね。これは一番いい餌だと思います。最高だって、息のいいイカですからね。水入ってる、水。しかも一回これ食われてる。でっかい魚に。マジマジ。ここ、あ、ほんとだ。あ、ほんとだ。やられてる、噛まれてるよ。噛まれてる、お腹。お腹、ここ。シュッてきそう、怖い。怖い、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 一匹だけでしたね。一匹だけ。イカしかいなかった。その後滑り落った。ダメだった。ということなので、ちょっとまた移動。また移動です。ちょっと移動してきて公民館の前に来てるんですけど、ちょっとね、魚いなかったんで、はい、まあ、朝まずめ狙おうかなと。はい、うん、今日は1日目ね、まあ、こんなもんでね、軽くね、ジャブって、明日からもうバンバンでっかいの釣りたいかなって感じですね。で、朝一じゃないと、うん、多分暑くて体力もたないですよね。朝一に荷物運んだわけですね。これだけ暑いと、うん、太陽昇る前に。そうだね。じゃあもう何時を消すかさ。5時にします。5時。はい、OK、しましょう。はい、ここで平均年齢35歳の、熱中症の症状の、ね、熱中症。ちょっとね、今日昼間ぐらいに、ね、モルモルさんがなんか頭痛と、うん、鼻水が飛ばなくて、鼻水が飛ばなくて、急に鼻水ふんふんし始めてから関節痛で、俺も寒気と、なんか寒いなみたいな汗かいて寒いのは10度っすよ。で、調べた、寒い寒い、調べたところ、もう熱中症だったんですよね、完全に。あれ、プロフィール自己紹介かなぐらいぴったし当たってて、で今日はちょっとゆっくり休まないとやばいっすよね。やばいっすよ。今日でダウンした。ずっと汗かいてるんですよ。ハルもちょっと一応洗えないくらい。ハルもちょっと軽電し始めてるから。ちょっと足、なんか、ふーって休んだ時に、足がちょっとプルプルプルしてたから、あ、ちょっと、あ、これかっていうのが。で、俺はなんか背中がつる、今。ちょっと本当にあまり風もなく、ずっと太陽カンカンだったから。多分、今日33度ぐらいあるっすよね。もっとあるんじゃないですか。多分、こんだけだったら結構あるはずです。まあ、こっち来たばっかりなんで、体が慣れてないんで。多分、明日ぐらいに。なんといっても、モリモリさんが日焼けしてるんですよ。確かにこれ以上日焼けしないと言われてるモリモリさんが目が痛いんですよ。途中から目が赤くなって、あんな黒いモリモリさんが赤くなってるんですよ。よく変わらないですけどね。いや、顔だいぶ赤いですよ。顔赤いっすか。顔赤いっすか。顔赤いっす。自分も途中で目がしばしば見えづらくなってて、気づいたら深いところいましたね。ウェディングスーツ着てるね。それ目だけじゃないとおかしいの。全体的におかしいな。まあ、とりあえず今日はゆっくり休みましょう。はい、民宿に戻ってきてます。で、ちょっと作戦会議した結果、前回アルミバイっつったとこですか、茶色丸型、うん、あそこでガラスアミバイ狙いですか。そうですね、ガラスアミバイ。ちなみにこれなんですけど、最近から付き始めてるんですけど、サポーター、なんかボウリング始めたのってよく言われるんですけど確かにボウリングはそんなっぽいな。あれなんですよ、あの自分このゲームの APEX っていう銃のゲームがあるんですけど、これ対人戦なんですよ。
コンピューターじゃなくて人間が人間の動きするんですよ。拳銃のゲームで。人間対人間なんですよ。だからパッて出たら焦って力入れたんですよ。グーってでもうここの筋肉がこのゲームが終わった後パンパンで胸筋とかも出てきててあこれゲームしながら筋トレ最高すぎだろうと思ってこれ直さんこうと思ったんですよ。これ力ゲームで力むやつをで直さずにそれをやった結果これ腱鞘炎でやばいことになってる。今もう1ヶ月ぐらい治らんこれ手術しないと治らんかもって言われてます今。今やってないゲーム。もうやめたやめたもうやめた。来た瞬間やばいでしょ。まあ支障ない。指が曲がったりだけよ。指曲がるようになってるから、うん、ここまでしか。あなるほど。これ以上いったらギューってくるわけよ。だから大丈夫痛くはない。じゃあマックスやばい。ペンディルのハンドル握れないですよ。なんとかできますか。痛いけど。痛いけど。でかかったら痛み止め飲みつつ、おっ飲む前やる前に飲まんとはい、ということでじゃあ明日頑張りましょう。はい、とりあえず今日はここまで。おやすみなさい。おやすみなさい。やっと届きました。届きましたね。うわ、くっそうわ、いい匂い。ちっぽけな島国真下増してく太陽日差しが差した極端的なこの暑さ車内は当然蒸してるカスタム買ってく足取りドライブ海振り抜け砂浜裸足はフリー人なすすぎても残る思い出立つ波打ち際オールをこいでく